フォーカスを探さないと。私の服、よし。フォーカスはどこ？あった、よし。ここ、母なる山の中にいるのか。でも、入れるのは長老だけのはず。私の弓がない。それに、あの壊れたフォーカスもないぞ。襲撃者はどこに行った？早く探さなきゃ。何かの信号を拾ってる。あの襲撃者から奪った壊れたフォーカスかも。近い。ここ、子供の頃に落ちた遺跡に似てるな。野良族が建てたものじゃないな。古のものか。あった！他のものもありそうだ。避けろ。だがもし見られたら皆殺しにせよ。標的の画像もある。失敗は認めん。標的の画像。みんなと一緒にするな。その面で確かめなさい。
よ私をここへ。死ぬ寸前だったでしょ。母のそばで君とは尊い。ランスらはならぬと。でもジェザーが賛同。ここに私の母が。これから会うのか。そう単純なことではない。ついてきなさい。私と母は似てるのか。髪は短い。似ているも何も。そなたは人から生まれたのではない。この山こそが母。山？それは一体どういう意味だ。来なさい。何なんだ。ここは女神の間。大いなる母が鉄の悪魔を撃った場所。そなたが生まれた場所。アーロイ、試練での虐殺は最悪の始まりに過ぎない。襲撃者を追った義勇団が虐殺されたのです。私の生まれとどう関係が。そなたにかけている。ここでそなたを見つけました。泣き声が聞こえ、見に来たらそなたがいた。ただ寝てたのか。ええ。つまり扉の奥から来た。私はずっとそう信じてきました。そなたは山の中から来たと。大いなる母からの贈り物。でも皆はランスらのように闇の力が連れてきたと恐れ、そなたは呪いだと。でもロイ、扉だろ。中に人がいる。母さん。ID をスキャンします。女神が喋った。あの女の人とそっくり。エラー、アルファレジストリの破損。 ID の確認に失敗しました。嘘だ。入室拒否。そんな嘘だ。なる母が呼びかけたのです。聞いていなかったのか。私だと分かっていなかった。それは汚れのせいです。女神からのお告げですよ。この汚れさえ癒すことができれば必ずやお分かりになる。じゃあどうしろというんだ。そなたが見たという髪の短い女性。彼女に似てるから私が襲われた。到底叶う相手ではなかった。他に手がかりはないのですか。オーリン、流れ者の一人だ。試練の前夜にいた。襲撃者はあいつから情報を。メリディアにいる。ならば聖地を出なければいけません。私はずっと異端児だった。追放すればいい。他に方法が。さ、それならうまくいく。部族が絶滅の危機にあるってどうして。試練での大虐殺の後、義勇団が襲撃者の後を追いましたが、戻ったのは半数以下。どうしてそんなにやられたんだ。彼らは機械を使っている。
機械を操る力を持っているようで、汚れで凶暴化させています。逃げられたのか。ええ、それに対する長老たちの答えは懺悔を歌い、大いなる母の慈悲をただ請うことだけ。大いなる母に見捨てられたかのように。それじゃあなたは、そなたをここに連れてくること、生まれた場所を教え、大いなる母がそなたに託した運命のままに生きさせること。大長老たちが待っています。話は私が。それでは。ええ、見せました。皆さん、女神がアーロイにお告げを、はびこる汚れを打ち払えと。だが一体どうやって。聖なる地を越えて旅をするのです。使者か。女神のお告げなら従おう。こんな小娘を天命の使者に任ずるだと。ランスラ、お願い、ランスラ協力を。これはお主らの罪となる。死者にすればこやつは二度と戻らぬだろう。アーロイ、女神様の福音によりそなたを野良族の天命の使者として任ずる。その聖なる務めを妨げられる者はいない。大いなる母のご加護と御心を、忠実である。歌の準備をしよう。我らの希望をそなたに。死者とは何なんだ。そなたです。これがその証。困難が訪れた時、大長老は天命の使者を任ずる。大いなる目的のために旅する義勇兵です。目的がどこへ使者を導こうとも、この聖地の境界を越えるとしても。そうです。そして務めを果たすか、急務があれば戻ってこられます。他にも死者はいたのか。いました、数人が。その多くは旅立ってから行方知れず。ロストも死者だった。いえ、死者ではありません。何を隠してる。今話すことではない。また別の機会に。ロストの遺体はどうしたんだ。残念ですが、ほとんど残ってなかった。遺体の一部は彼がそなたを育てた場所に埋めた。花も備えてある。ありがとう。多くの人が苦しんだ。私に何かできることは。一番肝心なのは、大いなる母がそなたに託した運命を生き抜くこと。それがどういうことか私にはわからない。見つけるのです。もしそれが部族を助けることでもあるとあなたが感じたのなら、そうしてほしい。きっと安息の地で困っている人々にも出会うでしょう。それじゃあどこでも行けるのか。制約もなく。女神の目が行き届かない遥か遠く禁じられた地にも行ける。鉄の世界の遺跡にさえも。なるほど。なぜノラ以外の領地を汚れてるという。わかりませんか。ここは聖なる地。我らは命の源、大いなる母に守られているのです。その外にはすさみきった地が広がり、汚れた信仰が。よって掟きてで外へはいけないが、天命の使者なら許される。
鉄の遺跡はなぜ禁じられているんだ。あそこは荒廃した場所、邪悪で暗い、まるで鉄の子のように。彼らは大いなる母を殺そうとした。都は母に破壊されたが、罪までは拭えず、その古代の遺恨が遺跡に渦巻き、入ろうものならそれに取り憑かれてしまう。でも行ったことがある。母なる山とまるで同じだった。そんなはずは。本当だ。ならばそれは私の理解が及ばぬこと。そなたが真実を解き明かさんことを。襲撃者を追うために義勇団を送ったんだろう。ええ、でも奇襲を受けました。戻ったのは数人。彼らも怪我をしている。連中の行方は。さあバールに聞くといい。安息の門にいる義勇兵です。彼は奇襲を生き抜いた。会ってみなさい。そろそろ行かないと。まずは安息の門に向かうといいでしょう。バールに会ってメリディアンへと導くはず。ノラ族が旅を阻もうとしたら死者であることを示しなさい。そうする。ありがとうティルさん、いろいろと。大いなる母のご加護がありますように。ノラの子らよ、間もなく始めよ。心を清めよ。我らにこのような苦しみをもたらした罪に許しを請うのだ。長老たちの祈りに続いて己の祈りを捧げよ。